さあ、リーフクローズドコース全開です。雪道フラクションコントロールを今入れてるので磨いちゃうので入れてくれと言いますよ。外側から入るスノーラリー、ここですね。いいフランドリングいいですよね。気持ちテールが流れる。もうちょっとここはトレーションコントロール切りたいところですね。これスノーラリーだったら結構このままでも走れちゃう、楽しめるし。この左コーナー滑ります。でも前回トラクションコントロールというか VDC 頼って前回、気持ちよく流れる。